いいよ、どうぞ。綺麗、いいね。ほら全然右がおかしくない。あ、お座りも綺麗に座った足投げ出してない。立てるよ、本当にグリア、グリア、ほら、走っちゃった走っちゃった。うん、いっぱい食べるよ、ほら。あ、よしよし、うん、あ、よし、下の動きも上手くなってから、すくうの上手くなったね。ねえ、ほんとフードもね、口に一回入れるんだけど、ペッて出すんですよ、うん、よし、へいへい、あ、うまく食べた、すごい食欲、もりもり食べてるじゃん、ね、気づかないでしょ、そんでね、えへってなんないね、どうしてえへってなんないの。喉が詰まってないから。だから筋肉きちんと調整してあげれば、ある程度ね、まあワンちゃん体の機能をこうやって自己回復してくれますから、ね、まあ、ただまあ犬の筋肉の状態を調整するって実はすごくやっぱあの繊細で難しいんでね、うん、まあそういう意味で言ったらさ、医学の中にそれ含まれてないから、それを獣医さんに求めるっていうのは確かに酷なんですけどね、うん。